いたしました。今日のお客様、レイジーのお三方です。ボーカルの影山博信さん、ギターの高崎明さん、そしてキーボードの井上俊さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、メール来てますね。来てますか。来てますね。千秋さん、はい、ですね。40周年本当におめでとうございます。&ありがとう。昨日 CD フラゲしてずっと聞き込んでいます。フライングゲット。CD を受け取った瞬間からワクワク感がアップし、帰宅途中の電車の中で歌詞カードを見て、裏面に5人の名前があって、それを見ただけですでに涙が出てきてしまいました。何度も何度も聞きながら、いろいろな思いが込み上げてきてやばいです。まずは17日の大阪公演が待ち遠しくて待ち遠しくて、天国から2人もステージに降りてきて3人を見守ってくれるはず。レイジーは私にとって青春そのものです。40年後もレイジーのステージが見られるなんて当時は思ってもいませんでした。本当にずっとファンでよかった。東京大阪公演、気持ちはあの頃に戻って弾けたいと思います。頑張ってくださいねって。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、今日もね、はい、昨日も言ったんだけど、オープニングで、私がまだ20歳ぐらいの時ですか、はい、新宿だったと思うんですよ。夜の新宿で酒さんざっぱら飲んで、はいはい、ロック少女の女の子が一人いて、はい、でその子となんか喋ってる時に、あれさ、レイジってさ、ベースティーローラーズみたいだよなって言った時に、タッ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 って後ろからこうタッ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 ってボンって回し蹴り食らったんですよ。野村お前はな、レイジのことを何も分かってない。そうですか。すごいですね。その後コンコンとレイジー物語聞かされたんですよ。それ以来だ。その後レイジーがいわゆるハードロックバンドになってきたのに、はい、あの酔っ払いはそういうことを言いたかったんだっていうことが。そんなことあったんですか。あったんですよ。20歳ぐらいですね。ということで、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず影山博信さん、はい、セントセイヤやドラゴンボール Z など数々のアニメ主題歌を歌われまして、アニソン界のプリンスの異名で知られているという。ありがとうございます。はい、文化放送の番組もお持ちいただいて、はい、ね、ああ、そういうこともありましたね。その頃ですね、はい、どうだったんですか、ご本人は。当時ですか、いや、もう16歳からスタートですからね、はい、アニソン界のプリンスっていう、うわ、それはもう最近の話です。でも言われてそれはどうだったプリンスが嫌ですか。プリンス、まあそうですね、気持ちとしてはもう一生プリンスで、自分の人生は全うしたいと思ってます。わかりました。たっぷり伺います。はい、はい、そして高崎明さんね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。海外でも人気の高いヘビーメタルバンドラウドネスのギタリストでもいらっしゃる、はい、いうことで、今日はレイジー数字できました。レイジーの数字ですね。昨日夜寝る前にラウドネスずっとスマホで見てたんですよ。あ、そうですか。本当にていうんですか、一切小細工をしないハードロックっていうんですか。はい、寝れないですよね、あんなの見ちゃったら。寝不足ですか、こう。いやー、どん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 。で、ここビビビビって、こう、ネックを、指が這うのをずっと、ずっと残ってるような感じです。ありがとうございます。よろしくお願いします。そして、井上慎さん。はい。アニメファンなら、誰もが知るアニメソングの一大レーベルで、ランティスの代表で、キーボードプレイヤー。はい。今日はお世話になります。はい。はい。ずっと文化放送もとリスナーさんとして、はい、もうこの番組はですね、私ずっと毎日聞いてます。会社に勤めてますので、出勤するときにスタートから聞かせていただいて、そして吉崎さんとか、はい、伊藤さんのお話されてることを、それをですね、会社で、さも自分が分かってるように会議で言うっていうパターンですね。あ、はい、そうですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もういや、ね、こういうふうに捉えてんだなと思って、もういろいろ見学してます。はい、そんなお三方が、在籍されまして、今から40年前、1977年に結成されましたバンドがレイジーです。プロフィールご紹介します。レイジーは1977年、史上最年少のアイドルバンド、和製ベイシティローラーズとしてデビューします。ところが、アイドル路線をやめてヘビメタル宣言を行い、アルバム宇宙戦地9号を発表。当時のロックシーンに多大な影響を与えます。
しかし、わずか3年半という活動期間で解散。その後、ラウドネス、ネバーランド、ソロシンガーと、それぞれが第一線で活躍されます。そして98年、17年ぶりに再結成を果たし、アルバム、ハッピータイムを発表。2000年代も活動を継続していましたが、ベースの田中博之さん、ドラムの樋口宗隆さんが相次いで永眠されました。そんな故人を2人の意思を受け継がれ、デビュー40周年を記念し、本日12月6日にマキシシングル、スロー&スティディをリリースされました。レイジの歴史っていうのは中学時代に遡るわけですね。まあそうですね。もともと中学の友達で、こうアマチュアでやってた、グループが母体になってます、うん、その頃やってた音楽ってどんな音楽だったんですか？その頃や、まあ、洋楽だよね。洋楽のちょっとロックですよね、うん、例えばどんなやつだ、まあ、ディープパープルでやったり、はい、あとバッドカンパニーでやったりバッドカンパニーはいはい、はい、そんな感じですよね、はい、ポール・ロジャースとか。そうなんですよ、はい、もう大好きです。あ、そうですか、はい、で、その、まあ、5人がこう集まってデビューのきっかけは何だったんですか？デビューのきっかけはですね、はい、僕らが高校1年の時に、大阪の朝日放送の、テレビ番組ハローヤングだ、ハローヤング、はいはい、出演した時に、釜石さんにね、プロにならないかっていう話があってムッシュ釜石さん、そうなんです、釜石さん、ムッシュに東京出てこないかって言われたら、はい、それはロックキッズからすると、だったでしょうね。そうですね。しかもですね、釜石さんが、うん、じゃあお前たちの曲は、うん、ポール・ロジャースに書いてもらおう。今話出た。はい。で、奥様が日本人ですので、詞、うん、はじゃあ奥様が書いて、ロックで行くぞっていうふうに言われて。要するに、ハード、確かあれですよね、はい、ハロー・ヤングではディープ・パープルのバーンを、はい、やって、はい、で、その路線で行くと思っていたわけですよね。はい。もちろんそうですね。はい、ですよね。はい。15歳の時だったんですよ。15歳？僕はまだ15歳の時でした。オーディションを受けたわけで。レイジーというグループ名っていうのはそのディープアップルの、はい、マシンヘッドでしたっけ。そうですね。の中のレイジーってちょっと分かりにくい曲なんですけどイントロの長い曲です、はい、亡くなっちゃったジョン・ロードさんというキーボードプレイヤーのね、はい、演奏から始まっていくの、はい、そこから撮ってるわけですよね。そうです。だから ある意味その和製ディベイシティローラーズじゃなくて和製ディープパープル路線で行くと思ったら、はい、これは全然違ったわけです。そうですね。突然ですよね、僕たちが髪が切って、うん、履いていたロンドンブーツを脱げと言われて、はい、で、まあ、みんなもうすでに長髪やったんですけどね学生やったけど、けどそれもまあ東京来て、うん、まあ2、3時ぐらいかな、うん、すごくもう短くスパッとこうねちょっとされてでなんかちょっとおかしいぞというムードになってはい、っていうので新しく曲をいただいたら割とそういうまあビースティーローラー、まあ、かなりポップでしたね、はい、ポップで、はい、でこの中で私もね、はい、レイジーを一番最初に意識したのは赤ずきんちゃんご用心という、はいはい、これがヒットしちゃったわけですよね、はい、そうですね。3曲目やったんですけどね、シングルとして3枚目、はい、はい、ちょっと今聞こえてくると思うんですけど、はい、これですね。あ、これ違いますね、すみませんあ、これだ、はい、電話しても結構ディープアップもつかない駐車場もまた誘いの電話だね。これ影山さんの声ですよね。もちろんです。は紛れもなくちょっとサビの部分までちょっと聞きましょうか。はい、アイドルさ噂が絶えないよ。これが3枚目のシングルで、はい、
まあ、ヒットしました、はい、ある意味そのデイジーのイメージっていうのはこれでなんとなく決まっちゃったんですよ、見る方聞く方は。でも当時のメンバーの皆さん、影山さんとか高崎さんとか井上さんからすると、はいはい、売れたことは嬉しいには嬉しいだろうけど、おいっていうのはあったんですか。まあ衣装もすごかったですよ。もだってこれ当時のジャケ写ありますけど、はい、あのベイシティローラーズですよね、はい、まあこうすごい可愛い路線じゃないですか、はいはい、まあさっきも言ってたみたいに自分たちもすごいハードロックやりたかったんだけど、うん、まあこういう形で世の中に出て、あの有名になっちゃったから、なんかこうあの世間の人からしたらもう本当にこうなんかアイドルっていう感じで、それがなんか自分たちのやりたいこととのギャップですごくあの会社とかともよくぶつかりましたね。ミッシェルですよ、はい、スージ、いやもうその名前が決まった時も大変だったもんな、はい、ね、僕もあのポッキーとミルキーどっちがいいって言われてどっちかというとポッキーですって言われてみんなで合宿所で、あの今日名前決めて連絡するから待ってろよって言われて、みんなで待ってたんですよ、うん、そしたらこう電話かかってきて、あ、じゃあまず影山ちょっと電話出して、影山お前は今日からミッシェルだ一人ずつ言わせたんだよ、俺は社長かな、社長に高崎さんスージーって言われたんですよね。スージーって大体女の子の名前ですよねなぜ僕がスージーになったのかちょっと未だに分かんないですけど、だけど今聞いた影響やね、これはね。そうそう、ね、一時期高崎さんはこの曲があるっていうことでもずっとトラウマのようになってた時期も、今でもあのライブで絶対やらないってあの言ってますけどね今も一応封印してますかけるのはいい、やらないっていうのがあの再結成の条件でも参加してるんでね。けどね、あの今聞いた本当いい曲ですよ、うん、ただ多分ね、あの衣装と振り付けが嫌だったんですねあのグループサンズみたいにスーツ着てこう立ってこれ演奏してんのったら、またこれはこれ全然違う雰囲気やと思うんだけどあの振り付けがやっぱり効いたね、やっぱりね。あの当時あのピンクレディの振り付けをされてる先生に振り付けしていただいて、土井一さんだ、はい、で僕たちあの演奏はできるんですけど、あの踊ったことなかったんでよく広場で練習したよね。ヒットしちゃったからそういう風になっちゃったということですが、レイジーストーリーはこの後も続きます、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。